すみっこクイズの早押し対決をしたいと思います。ママが勝手に作ったクイズなんですけど、それに答えてもらってポイントを貯めていってください。はい。正解すると手乗りぬいぐるみが貯まっていきますので、その手乗りぬいぐるみが多い人が勝ちです。で、早押しになりますので、そのボタンを押して一番早くに押した人が答えれますので、頑張ってください。負ける自信しかない。すみっこは大好きですか？はい。すみっこのことなら何でも知ってますか？知りません。はい。おー、ティアラは知らない。本とか読んだ？本は読んだことない。キムは？あるけど、あんまり覚えてない。ママがすみっこの本から抜粋して作ったクイズなので、いやです、この本を読んでる人はすぐ分かります。分かります。頑張って考えてください。多分です。はい。分かります。すみっこ好きなら誰でも分かる、すみっこクイズです。はい、分かります。では、ね、もう分かります。第1問、実は殻をかぶったナメクジ、ニセツムリの殻の模様は何？ボタンの横に置いといてください。はい。では第2問、実は恐竜の生き残り、はい、ティアラ、トカゲ。え、どういうこと？聞いてます。実は恐竜の生き残り、トカゲの好きな食べ物は何？ティアラ、魚。トカゲの一番の仲良しは誰？ゆめが早かった。ニセツムリ。ニセツムリ。ちょっとありきつもりだよ。わかるけど。分かって押してる。じゃあ簡単なのいきます。ニタから逃げてきた。キャラ。白くない？北から逃げてきた白クマ、一番大事にしてるものは何？夢。風呂敷。風呂敷。白クマ大好きやもんね。でも最後まで聞かんでも分かったよ、ね、そうや、分かった。第5問、5問目、白クマの荷物の風呂敷、ピンク色で水玉模様、水玉の模様は何色？ちょっとみんな早かったけど、アリスとティアラが同時やったな。一緒に言ってみようか、アリスとティアラ。せーの、クリーム色。クリームと肌色、まあどっちも同じ色やね。クリーム色じゃん。そう、クリーム色、クリームと肌色よく似てるからな。あと、手触りの良い真っ白な毛の白クマ、後ろについている尻尾はどんな形？やら、丸。早く押せないよ。はい、どうぞ。途中経過、今はゆめが3ポイント、アリスが1ポイント、ティアラが3ポイントです。あ、じゃあアリス頑張ってください。早く押せないんだね。そうか、分からなくても一旦押してみたら。じゃあいくよ、次。じゃあ8問目、ではそのトンカツの一
番の仲良しは誰？イメージが早かった。エビフライの尻尾。9問目いきます。ではそのエビフライの尻尾はどうして食べ残されたの？ティアラ、うん、忘れたハリス、硬くてだけど硬いから。なんで見てください、うん、好きやけど好きティアラは尻尾好き、尻尾食べる人嫌い。食べる。食べない。うん。硬くても食べるねん。はい、10問。恥ずかしがり屋で気の弱い猫。小さい耳に短い尻尾。ひげはさて何本？アリス。3本。ティアラ。6。2本。合わせてこう横に猫おる？うんこや、日本や。何本出ないの？見してみて。そうそうそう、3本あると思ってたら2本やね。負けそう。第11問。ではその猫なんですけど、何かに隠れていると落ち着く。お気に入りの落ち着くところは巾着と、もう一つは何？巾着なんか袋。猫がよく入っているとこ。夢。猫缶。入ってるなぁ、もう夢強い。夢強いなぁ。さすが。まだもう大好き。猫大好きやもん。猫大好きでは負けない。では第12問。猫は寝ぼけて何かをかじってしまうことがある。ケラ、草、惜しい。夢、雑草。ただの草であります。雑草です。おまけや。16問まであります。今12問、あと1、2、3、4。最後サービス問題します。では13問。ふわふわもこもこしているホコリ、たくさん集まって集合したらどうなる？アリス、でっかくなる。でっかくなる、大きくなる。体のタピオカ、ミルクティーだけ先に飲まれてしまった。さて残されてしまった理由は？夢、タピオカ。うわー、ほら、すわれ。まずすい、まだ来てやる。からが正解のおまけ。おまけです。タピオカがいい。吸いにくい。あと2問です。夢はほぼない。正解したら2ポイント。16。それは
命頑張ったから仕方ないでしょ。はい、では15問目。実は殻をかぶったニセツムリ、珍しい水玉柄の殻で頭には何がついてる。食べ物は魚。ではトカゲの得意なことは何？夢。泳ぐこと。正解です。どうぞ。頑張ったね。では見ていきましょう。有名がということで、夢の優勝でーす。イエーイ。おめでとうございます。なんやなんやなんや、どこ行った、どこ行った、なんか持ってきた、でで白クマ持ってきた、大好きな白クマ。あー。優勝商品はこちら。ミッコではありませんが、サンリオと不二家がコラボしたマカロンでございます。一番見たことある。ある。どれ選んでいい？いいよ。どれ食べ？キティちゃん。どうする？パッパラー。やったらー。やったね。食べていいよ、イメ。1個ちょっと食べてみて。いただきます。はい。難しい問題もあったけど楽しかったです。それではまた見てくださいね。せーの、バイバイ。